られる、まあ、5つのアタックというのをやっていきますね。もうかなり簡単な攻め方になるので、すごく結構比較誰もできるのできやすいやりやすい攻めになるかなと思います。まずサイトコントロールですけども、いわゆる横小型面みたいな形ですね。片方首巻いて、もう片方こちら脇を巻いて、で、こうですね、ゲーブルグリップで親指を返さずキャッチで、こちらの脇が、ね、ポイントで、相手の脇が開いているところに自分の膝を差し込んで、脇を開かせている状態、肘入れるんです。これはこちらの脇がコントロールできてないんですね。自分の膝で相手の、ね、脇を開かせている状態というのを作ります。でもう片方の足を手前側の、ね、ベルトラインの腰につけて、相手がエビしたらそれについていく流れになりますね。例えばこれでキャッチしてて、まあ、こちらが開かなければなかなかエビできないんですけども、一度足だけエビしてもらっていいですか。エビしたに対して腰が離れたなと思ったら膝で追随をかけてついていく感じですね。でこの時つま先を寝かしていると追いかけれないので、つま先を立たしたままキープします。ボトルの選手はこれですね、一回肘しまってもらっていいですか。こっちのね、脇が救えてないと、ここを支点により強い指をできるので、まあ、逃げるチャンスがあります。なので、トップの選手はなるべくこちらサイドもしっかりコントロールして、このね、首と脇、で、逆サイドの脇、で、腰。で、もっと意識できるならば、この肩で相手の顎を奥向かしておきますね。これがやはり相手がエビするときに、こっちですね。僕が向いていればより強くエビができますが、肩のプレッシャーで顔をこちらに向けておくと、相手が、ね、強くエビできなくなるので、これがいわゆる強い抑え方になります。で、サイドコントロールを取っている流れの中で、まず、いろんな攻め方が想定できますが、ああいったミスをしたというシチュエーションを捉える、こちらサイドのアメリカンアームロックというのがありますね。これはね、やはり相手のミスマッチになっちゃうので、あまり、まあ、要は経験が深くなってくると、なかなか出ないかなっていう形ですが、例えばこのサイドコントロールしてるときで、相手がね、手前の手をこうですね、顔の前に回してくるような状態。まあ、焦ってる状態ですね。本来はこの手は、あまり開かずに、こう、首の下から、ここにね、空間を作ってくる。なのが非常に、有効的ですし、まあ、もしくは奥のね、こちらのサイドで僕の奥襟を引っ張りつつ、頭を浮かしたところでこういう流れでディフェンスしたいんですが、相手が焦ってこういうふうに大きくおでこの前に、ね、手前に来た時には頭で一度止めて首側の手を離して床に押さえつけます。でそのまま自分の手首とロックをかけて、アメリカンアームロックがこのサイドコントロールからは肘が90度だったら決まらないので、手首を手前側に折り曲げるか、まあ、もしくは伸ばして、90度より伸ばして、どちらにしろ形成できたら、肘を、ね、床から浮かしていきます。手首を床に押し付けて、肘を浮かす。こちらも一緒に、ね、引き付けて浮かす。で、決まりが浅い場合は、腰を少しこちらサイドに引いていきます。もう狙いつつ、まあ、といってもこの方がなかなかね、子供の選手がミスをしてこない場合は自発的に攻める必要があるので、ここから簡単に攻めていける技が、手前サイドのアームロック。でこのサイドコントロールのね、横勝負ポジションからいけないので、形を変えていきますね。首側を解除して、ここの脇がしっかりすくえてるっていうのが前提ですね。一回閉じてもらっていいですか。この形になってると、この形、攻め方は選択できないので、ここだけ注意してくださいね。ここをしっかりすくえてるという状態で、首の手を腕に持ち替えます。その脇の下を直接引っ張ってくる感じですね。でしっかり脇を浮かせて、自分がこの右足でコントロールしている場所にこの奥の足を滑り込まして、体の、ね、向きを腰を切って帰ります。この、ね、崩れ計算の形を作りますね。これができたら、ちょうど脇にね、相手の手首が挟んでいるようなポジションになるので、ここを支点に右足をステップオーバーして相手の顔にかける。で、腰を突き出すのではなくて、脇を、ね、よりこう後ろに引っ張っていくとアームロックが決まりますね。
サイドコントロール。ここはしっかり脇、この足をすくえてる状態。引っ張り上げて、足を入れて。で、ステップオフ。いやー、今日のテクニック動画も勉強になりましたね。勉強になったという方は、いいねのボタンをよろしくお願いいたします。チャンネル登録もポチッとお願いいたしますよ。